今日中潮かいね。ああ、今日見てなかった、ね。確か中じゃね、今日。潮はこう流れおるね。おる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 。今日は最低2枚ずつ釣ろう。これ見てんにしたいな。なんかそれっぽいけどね。この出方見てん。左が拡大じゃけえね。わあ、すごいですね。だろ。当たった？マジで？コツで終わった。やっと来た。しかもこれは40ぐらいはありそう。ああ、マゴチじゃん。やった。マゴチ。マゴチの話しよったけ、マゴチが釣れたよ。ラッキー。次は赤いやつで。最高。来た来た来た。来た、また来た。あ、タイの引きじゃない、またマゴチかもしれんね。いいですね。全然引かんわ。カサゴか。おこんまいのが。ちっちゃいタイが。これはリリースじゃん。いけるか。いけ。あー、いたよかった。あ、来た、また来た。おお、来た。まあ20センチちょいぐらい、20ぐらい。おお。あ、いいじゃん。ちょっとサイズアップしたよ。20センチぐらい。これぐらい。あら、西谷さんまだ釣ってない。今思ったんだ。オレンジに変えようと思って。次はさすがに西谷さんじゃろ。あの予言が的中したね。自分じゃないっていう。何の変哲もない、ほんま単なる砂地なんだけどね。魚探にも、あーですね、うん、魚探にも別に何っていう反応ない。ヒラメ釣れんかな。欲張りになってきよう。欲の塊になってきよう。マゴチ釣って、マダイ釣ってで、ヒラメ釣りたいって。竿変えて青物ですね。そうじゃね。釣れる色に変えた。これ来ますよ。もう時間の問題です。確実。おめでとう。先に言っとく。先に言っとく。食べきれますかね。ほんまよ。みんなそこの船みんなに配って回らにゃいけんかもしれん。まあ、タイじゃん、まあですね、しかも、うん、そうじゃね。そこそこいいんじゃない。30は超えとるね。どう？最高です。やったった。いいの釣ったじゃん。おお、いいじゃん、いいじゃん。おお、いいじゃん。全然いい、ね、上等。おお、やったやったね。ありがとうございます。20、30、34あたりぐらいかね。嬉しい。やった。おりますね。おるおる。なんか魚探なーもう映ってないけね。わ、ほんま。これで全然いけるんですもんね。ほんまなんもですね。なんも映ってないです。もうまっ真っ平らな砂地。油断しとったらカクポンって。おめえす。アリーす。アリーす。いいで、なんか今日イケスが潤ってきておるよ。いいですね。これが釣りですね。20ちょいぐらいだろ。おるね、ここ。おりますね。40オーバーが欲しいね。確かに。これ、こまいわ。でも、粘ったら絶対上がってきますよ、40オーバー。そうだね。小さいけど面白い。来た来た。おお、またいいじゃん。またいいサイズじゃん。なんで俺のタイ小さいのに西谷さんのでかいん。持っとるけ。結局ワンチャンサイズアップしとるかも。あ、ほんま。あ、バレた。バレました。マジ？あ、おる。おるおる。ったんですね、詐欺じゃん。
終わったと。バレたバレた詐欺じゃん。バレたバレた詐欺がええじゃん。新手の。おお、いや、上等上等。でしょう。新手の詐欺師はよう釣るね。バレた。バレた詐欺を。違う、バレたバレた詐欺。詐欺師はこの人です。私です。いいな、俺もそのサイズ釣りたいな。おお、イケスになっとるじゃん、ね、魚がおるイケスに。最高ですね。異常じゃ。釣れることがそもそも異常じゃけえね。異常の光景が。ありえんじゃん。ありえん、ありえん。どうしたんかいの今日。お、来た。やったじゃん。お、ちょっと可愛いね。可愛いですね。ああ、いらない。まあタイだけ。タイですね。本命のタイだけ。さよなら。行け、行け。ああ、しゃいった。全然流れんけダメだね。またチャリコじゃ。もういいよこのサイズは。なんじゃそれ。あなたでしたか。おお、食べた。お、当たった。はい、タイじゃないんそれ。タイっぽいですよ。マジ、マジでこんなにバレました。残念。それ何フグです。これなんじゃろうかね。フグ。確かに、うん、これはフグです。おるおる、下に。おるぞ。下にタイガー、エキオさんおりゃするぞ。お、来た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 。いいですか。お、これは今日、今日一の方じゃん。江田島の話しちょったら来た。おー、重たい。おお、ちょ、ドラグ出るもん。結構締めてる。もう手首が 70% 死んどったのに。80ぐらいまでもう行きました。でもこれで多分 80% 超えたわ、手首の死に具合が。おお、でかいじゃん。すげえ。どうしたんこれ。これ40どころじゃないよ。おお、でかい、でかいの来たじゃん。すげえ。これはで、いいよこれ、上等じゃろ。どうしたんこれ。50あるね。全然あります、全然あります。やったった、最高だ。だから重かったもん、バリ。手首が死んどったら80いってももう文句ないですね。手首が、これ 80% ほんまいったよ、手首。マジででかー。これいいね。おったね。おりましたね。40どころじゃないですね。お、いいじゃん。これは立派なマダイですね。でかい。やったった。俺これあれかもしれん、マダイで最高記録かもしれん。おお。浜田とかでやりよってもね、はい、50は行ってなかったんよ。数は釣れよったけど、ね。ああ、はい。どうこれ。これ最高じゃん。いいの釣れたわ。60行ってない。59とかか。ああ、59じゃね。59センチ。どうしたん。素晴らしい。これタイじゃろ。タイです。大本命の。やったね。一匹おかしいのゴールで、これ。ほんま様子がおかしいわ、このイケス今日は。もう一匹行こう。西谷さんもこのサイズ行こう。確かにこのサイズ。あれだけ苦労してから。釣れおったのが嘘みたいじゃね、今日。あ、お前ですね。うん、釣れるもん、今日。まあ、こういう日もあってくれんとね。確かに。もう嫌になってきました、ね。嫌になってくる。船持ってる意味わからんくなってくるもん。
くそ、60届かんかったから悔しいな。あれでも大ちゃんだったら絶対60オーバーやつはいつもゼロに合わさんけ。10ミリぐらい後ろから明らかにカメラで撮られるのが嘘を言うて堂々とサバ読む。堂々とですよ。それ、それがめちゃめちゃ放送されるんだよ。ドアップで嘘つきです。みんなこっち来るよ、ね、知らんのんじゃのみんな。60オーバーがガンガン上がりよった。あっちこっちが雑魚かったりしてね、あの辺で釣りおるんじゃろうって言って。お、来た？お、来た来た。これは今魚探映っとるやつらじゃ絶対。これはありそう、ちょっと僕が田中では一番です。マジで。最高記録来るかもしれんと思います。よし、今こいつらが映った瞬間当たったけ。上がってこい、上がってこい。重量感ある、そこそこあります。40は超えたね絶対と思うんですよ。逃げるなよ。さあ50オーバーなるか。50はないと思うんですよ。来た。お、見えた。お、魚影がいいね、いいね、いいじゃん。40はいったね。うっ、おお、40オーバーだね。おめでとう。ありがとうございます。やったね。こうじゃないといけない。聞いたらね。今までのは何だったんだろう。ちょっと釣れすぎて怖いですね。また棒で続きになる。あ、大ぐそ切りやがったから。大ぐそ切りやがった、こんな。ろくな大じゃないや。ババ切りやがった、ババを。おめでとう。ありがとうございます。いいやつ。測ってみる。42、3ぐらいかな。おお、45。おお、まだ46ぐらいあるよ。お、うん、46じゃね、46センチ。いいですね。そのダッチョウを中に入れたいぐらい。お、でダッチョウ。まあいいか。ダッチョウ、これなんか入るんですか。いや入らんじゃん。押して押し込むっていう。ちょっと待って。指挿入してからうまいことねじ込まねえけん。よいしょ。景色がおかしいです。うん。社長の方がやっぱり。ん？社長すごいっすね。俺のでかいな。格が違う。まだいけるよこれ今日。まだいけます ね。来たか来たか。絶好調だ。一人二枚目標がもう全然いきました、ね。確かに。やっぱり言った通りだね。ここ釣れるはずなんだけど。直後に。うん。おー、マゴチじゃん。やった。やった。いいじゃん。しかも俺が釣ったのよりでかい。やったね。やった、これいいですね。このマゴチはいい。これはいい。やったじゃん。やった。嬉しいけど。マゴチ欲しいって言おうと思うね。うまいですよね。やったね。確かにサバくんがな。サバくんが大義けどね。いいね。何センチぐらいあるんだろう。これ測ってみる。いいですね。51じゃね。いいですね。おめでとう。ありがとうございます。やった。もう満足ですね。いいね、かなり。最高じゃない今日。すごいですね。こっちが2匹。すごいな。まだいけるよ。まだいけますね。チャリコ、チャリコ。20センチ。いや、そこまでもないと思う。15センチ。はい。当たりがあることに感謝せねえけんね。まあ、そうですね。贅沢なこと言っちゃダメですね。そうそう、大小じゃないけん。もう
慣れてしまってから。そうそう、連れてくれることに感謝せにゃいけん。かわいいのが来た。来ました。かわいい。あ、オートリリースちょうどよかった。しかしエア抜きしたらけやばい。いけれんだろうな。いけるか。絶対戦うんじゃろ。ちょっと前行くわ。はい、金魚を救え。ミッション。この小さい穴に極太。あの小さい穴の木の針も買わなきゃいけんな。オッケーオッケーオッケー。これならいける。命を救ったい。帰ってこい。またおー、いた完璧じゃん。ええことした。いいですね。